米イランの軍事的緊張が高まる中、韓国政府が実務会議を開催した。韓国外交部は6日午前、関係部署の実務対策会議を開き、中東地域での危機発生の可能性について協議した。外交部によると、実務対策会議は本陣ウク外交部アフリカ中東局長の主催で開かれ、国家アボ室、 国務調整室、外交部、国防部、産業部、海洋水産部の関係者が出席。外交部は前日にも女性四第一次官が主管する部内対策班を設置し、対策会議を開催していた。この会議で韓国政府は、韓国人と企業の安全確保が政府のも優先課題であるとし、 中東情勢の悪化が教育投資、原油価格など経済に及ぼす影響及び在外韓国人企業の保護に及ぼす影響を分析し、関係部署間の協力のもと全方位的な対応策を持続的に協議していくと伝えた。